YTJP チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ノベルコアです。いやもう本当にこう無観客っていうのがこう増えて、自分もすごい最初戸惑いが多かったんですけど、やっぱりなんて言うんだろう、こう主催されてる皆さんのこうエネルギーだったりとかをこう感じながら、画面の向こうにいる人たちの姿を想像しながらライブが楽しくできたので、すごい楽しかったです。本当に中学の3年間、1年生の時に体育祭とかだとちょっとこうヤンキーっぽい子たちが目立つので、自分がなかなかこう目立ちにいけなくて、合唱コンで指揮やったらいけんじゃないかなと思って、合唱コンの指揮者に立候補したのがきっかけで、結構音楽にそこからのめり込んでいって、指揮者をちょっと目指してて、ウィーンとかで将来オーケストラの指揮やりたいと思ってたんですけど、挫折してしまって、そのタイミングでたまたまヒップホップと出会って音楽を始めたっていう感じです。僕自身が高校時代に本当にいろんなものから刺激を受けて、今ここに至るまでに本当にインスピレーションを大きく受けたのが高校時代だったので、高校生の皆さんは今の時間をすごく大切に、毎日毎日を楽しく必死に生きてくれたら、僕もすごい嬉しいなと思います。頑張りましょう。